スタートです。左手からは勝ち抜き、右手からは有明が放水を行っています。正面で放水をしておりますのは琵琶湖鳥です。これより勝ち抜き有明の2手には海の消防の雄姿を十分ご覧いただくために船の向きを変えます。消防艇も自動車と同じようにハンドルで操作をしてくれます。右に向きを変えることを動かし、左に向きを変えることを取り舵と言います。操縦には潮の流れや風向き、波の動きなども計算に入れなくてはならず、高度な技術が必要となります。消防艇を操縦する隊員は航海に関する特別な知識や資格を持っています。安全で迅速な航行を行うことができるよう日夜訓練に励んでいます。航行にいる琵琶湖鳥の最大放水能力は毎分7万リットルで、これは消防の保護者35台が一斉に放水しているのと同じ量です。消防ポンプ車15台分の放水量に相当します。右手にいる有明の最大放水能力は毎分3万リットルで、消防ポンプ車15台分の放水量に相当します。上空からは消防ヘリゆりかもめの灯火放水です。風向きによりましては水しぶきがかかる恐れがありますのでご了承ください。Thank you.